で、あとは宛先のところにメールアドレスを設定します。例えばこのような顧客リストがあったとして、メールアドレスを先ほど作成したテンプレートの宛先に選択できるようにします。データからデータの入力規則を指定します。で、ルールを追加をクリックして、プルダウンを範囲内に変更します。で、範囲は顧客リストのシートのメールアドレスの列を指定します。もし見出しにメールアドレスという見出しがある場合は、B の2からスタートをします。で、OK ボタンを押して確定します。で、あとは詳細オプションをクリックして、チップを矢印に変更して完了ボタンをクリックします。そうすると、宛先のところにメールアドレスが選択できるようになります。で、メールアドレスのところにマウスを近づけると、このように連絡先のアイコンが表示されるので、メールアドレスのアイコンをクリックしてメールを送信を押します。そうすると、このようにメールの作成画面が表示されるので、あとは件名と本文をそれぞれ貼り付けてあげて送信をすると完成です。で、あと、例えば、この宛先がメールアドレスを選択しようと思っても、お客さんが誰かがわからない状態になってしまうので、例えば、このデータの入力規則の選択する範囲は、例えば A 列のお名前の方を選択します。で、あとはお名前を選択してあげたら、お名前に対するメールアドレスを横に表示させるといった方法も良いかと思います。C 列の方にイコール。で、こちらも XLOOKUP 関数を使います。XLOOKUP と選択して、検索キーにはお名前を選択します。で、B の1セルを選択して、カンマで区切って、検索範囲には顧客リストの A 列を指定します。で、結果にはメールアドレスを表示したいので、メールアドレスの列を指定して、括弧を閉じて確定すると、お名前を選択したときに、その方のメールアドレスが表示されるようになります。そうすると、こちらのメールアドレスの方にマウスを合わせると、メールの作成の画面にメールを送信をクリックすると、表示できるので、そのまま件名と本文に内容を貼り付けて送信をすれば完成ということになります。で、この方法の場合は、同姓同名の可能性も出てくるので、その点は気をつけておかないといけないかなと思いますが、その場合は別の列に電話番号であったり、生年月日だったり、その方が特定できる情報を追加しておくというのかなと思います。こちらが、件名のテンプレートを選択して効率よく案内などを送れる便利な方法です。